皆さんこんにちは、今日はようこそドリームコンサートへお越しくださいましてありがとうございます。今日の第一部はですね、課題曲、コンクールの課題曲を、クリニックするというコーナーを作ってみましたが、パッと見た感じコンクールとは縁がなさそうな方がたくさんいらっしゃる感じですね。関係のある方も関係のない方も、曲をちょっとこう解説しながらその曲を聴くってなかなかあることじゃないと思うので、なんかそういうつもりで楽しんでいただけたらと思います。司会は私福本慎太郎と、そして加用弘之先生。加用です、よろしくお願いします。進めてまいりたいと思います。お世話になります。はい、じゃあ早速、はい、課題曲4曲あるんですけれども順番に行きたいと思います。まず1番は先生、今年から4曲なんですよね。はい、あ、そう、去年まで5曲あったんですけど、はい、なんで減っちゃったんですか。東海大学はちなみに昨年5を選んで5をやりましたね。はい、実は皆さんね、ここだけの話ですが、福本先生5得意なんですよ。なんでですか。で、得意なものがなくなっちゃったっていうことですか。そうですかね。ちょっと落ち込んでますが先生からお話しあったように4曲で、はいはい、マーチが2曲2つ、はい、それからマーチじゃないものが2つ、はい、で課題曲の3と呼ばれるものが必ず吹奏楽連盟からプロの作曲家に移植をした作品ということになって、今年は、天野正道先生が、はい、ポップスを書いてるんですね。そうですね、ポップスを書いてって言われたみたいですね。水連の方から、はい、まあポップス楽しい曲を書いてほしいということで、うん、今年の曲が出来上がって、当初はドラムを使わないでポップス書いてくれと、うんうんうん、でそれだけは勘弁してくれというふうに本人が、ね、言ったという話を聞きましたけどね、はい、それから課題曲の1番っていうのが朝日賞という、そうですね、はい、作品の、まあ、作曲コンクールの形になってるんですが、その1位を取ったのが1位を取った課題曲1番、はい、で、今年の場合にはその課題曲1を作ったのが高校生、もう卒業したんだけども、はい、作曲当時は高校3年高校2年生だったんですね。2年生か、はい、あ、そうですね、2年生の終わりぐらいに、はい、まあ、応募したという形になるんです ね、うん、ですね。今は愛知県芸で作曲を勉強しているそうです。あ、はい、まあ、じゃあこれを機会にというか、まあ、プロの作曲家を目指して、うん、そうですね、北海道のね、青年だけれども、はい、まあ、じゃあこの課題曲の1番から、はい、朝日賞を取った、そうですね、これ先生率直にどんな印象でしょうか。はい、あ、きらめきの朝っていうタイトルなんですけど、本当に始まってからすぐこうキラ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 してる感じで、でもスコアを見てみるとものすごくたくさん音が書いてあるんですよね、うんうん、はい、ちょっと不思議なオーケストレーションと、あ、そうかもしれません、思われるところもありますよね、正直ね、聞いた時の方が簡単そうに聞こえましたね。あ、うん、はい、それから、まあ、この曲を取り上げるであろうという方、はい、まあ、この曲だけじゃないんだけども、私と福本先生で今日通しの演奏をしますが、うん、こうやってやるのが一番いいよとか、こうやってやるべきだよという意味じゃなくて、まあ、どちらかというと我々もまだ実験段階というかですね、はい、そうですね、東海大学もまだ4つの中でどれをやるかがはっきり決まってないと、はい、まあ、今日学生の頑張りとあとはお客さんの反応で決めようかと。責任重大っていうことですよということなんで、はい、まずマーチなんですけども先生、一つは、うん、この曲が高校生が作ったなんかこう初々しい感じの、うん、まあ、いや、なんていうのか、世紀に満ちたっていうか、はい、明るい曲奏であるということ、それからテンポが、はい、本人すごく早く書いて、そう、134でしたかね、普通のマーチとしてもかなり早いテンポが書いてありますね。まあ、大体の場合、マーチっていうのは基準テンポ120というふうに、うん、まあ、言われる場合が多いので、まあ、我々が歩いているよりも割とこう早足というか、うん、うん、こういう感じのイメージですよね。で、私ちょっとこれ演奏してみたら、うん、ちょっとこの指定テンポでやるのは、うん、やや急ぎ気味に聞こえるかなと、うん、音もたくさんありますし、うん、はい、だからちょっと今日はあえて、まあ、若干ゆっくりではないけれども、うん、落ち着いた感じで演奏してみたらどうかなという演奏をしてみようと思っています、はい、先生この速さに関してはどうですか。そうですね、なんか速いとちょっとこう、うん、
慌ただしく聞こえるって言ったらいいですかね、なんか音楽の素敵なところを聞いてもらう前に次に行かなきゃいけないみたいになっちゃうのはもったいないなと思いますね、はい、あと途中にですね、フルートとピッコロのソロが出てくるんで、はい、ちょっと楽器を持ち上げてもらって、フルートとピッコロ、はい、でこの楽器オクターブ1オクターブのこう関係にあって、はい、まあフルート奏者はピッコロも吹けたり、うん、まあ、ピッコロもフルート吹けたりってことが多いんだけど、うん、これ先生ね、ピッコロってよく出てくるじゃないですか、はい、あのなんていうのね、こういうオブリガート的な、あーマーチの、はい、フルートって珍しくないですか。そうですね、そう言われれば、ね、うん、でこのフルートとピッコロ、今日はね、あのちょっと、度胸をつけろっていうことで、あの立って演奏 しなさいと、はい、私の方であの言ってありますので、皆さんうまくいったらですねあのこの2人にですね、あの盛大な拍手を、あの鼻向けてあげてくださいということで、はい、では一回演奏してみたいと思いますがプレッシャーかかりましたけど、ね、いいんですか、学生はプレッシャーが命ですから、はい、はい、あの失敗してなんぼです、はいはい、じゃあ先生、はい、一回よろしくお願いします。じゃあ演奏は東海大学吹奏楽研究会で頑張りますのでよろしくお願いします。Thank you.
きらめきの朝でした。ありがとうございます。先生ちょっと質問があるんですけれど、はいはい、4分の2拍子で書いてあるマーチなんですよね。マーチだからまあ2拍子なんですけれど、うん、でもあの奇数小説と偶数小説がこう対で結ばれているところがいっぱいあるので、なんとなくやっぱ4拍子に、完全に4分の4ですね。あ、やっぱり4拍子なんですね、うん、でやっぱりどっかにマーチってのは2拍子であるべきだっていう、うん、その固定観念のもと、うん、実は課題曲のマーチって4拍子ばっかりなんです。そうですね、うん、これなんでかっていうと理由があって、4拍子のマーチの方がメロディー自体が長く取れるんですね、うん、拍数がたくさん取れるんで、そうですね、ということは、うん、いっぱい歌えるということ、はい、だからいっぱい歌わせるマーチにするためには、うん、作曲者からすると4分の4の方が書きやすいわけですよ、うん、なるほど、はい、ただやっぱりどっかにまあ、マーチってなんで2拍子じゃないの、うん、っていうのがあって、うん、本人はもう鼻からこれ2拍子を狙ったんじゃないかなと思って、ね、なるほどなるほど、でも作っていったらやっぱりどっかに歌が欲しい、うん、ゆえに2拍子って書いてあるけど4拍子っぽいマーチが生まれたと、うん、なるほどいうことなのだと思われます。じゃあ吹く方も振ってる方も4拍子のところはもう4拍子だなと思いながら演奏するんで、うん、そうですね、だから小説線がいっぱい来るから、うん、小説線にごまかされないでフレーズを取るようにしないと、うんうまくいかないかなと、はい、であとはちょっとこれ打足ですけど最後トランペットが ね大変だよね、ちょっと大変なんですよ、ね、うん、でまあ、あのこれは栃木の皆さんも例外じゃないんだけれども、今あの中学生とか小学生とか、うん、なかなか練習時間が確保できない、はい、うん、昔に比べるともう半分とか3分の1とか、そうですね、下手するともうもっと活動をこう制限されるというか、うん、はい、そうなってくると練習時間の確保が難しい、うん、そこに一番影響出るのはやっぱり金管楽器かなと、そうか、そうですね、まあ、他の楽器もそうなんだろうけども、そんな印象でトランペットが吹けるっていうのが最近少ないですよね、うん、今日あの作新学院の皆さんと一緒にやるんだけど、はい、うん、いや午前中にねトランペットの女の子がまあ見事なソロを披露してくれて、ね、いや栃木の金管うまいなと思って聞かせていただいたんですが、東海大学も負けないようにね頑張らないとね、まあ、はい、本当に素晴らしかった。だから今日は後でお楽しみになってください、うん、あの皆さんにまた後で聞いていただけるんじゃないかなと思うんで、うん、はい、じゃあ先生ね、はい、あまり時間ないんで、うん、次2曲目に行こうと思うんですが、はい、今度はマーチじゃない曲、そうですね、ポロネーズとアリアというタイトルの、はい、そうですね、はい、で、これ2年前、はい、あのエールマーチっていう、ね、やっぱり課題曲を作った方、はい、新潟の方なんだけども中学校の先生、ね、中学校の先生なんです、はい、優秀ですね、うん、なかなかあの、ね、コンセプトもはっきりしてるし、あ、そうですね、いや絶対忙しいですよね、公務がというか、ね、先生だから、おそらく自分のこう時間をすべて作曲に費、ね、やしてるったら怒られちゃうけども、うん、作曲に時間を たくさん当てられてるんでしょうね、はい、うん、でポロネーズって皆さんあのどっかで聞いたことあんなって思われる方多いかもしれないけど、やっぱりポロネーズってやっぱショパンなんですよ ね、ショパンコンクールね、話題になりましたもんね、はい、でこのショパンの持っているポロネーズから何か発想を得たことは間違いない、まあうん、ショパンを研究したらこの曲が良くなるとは思わないけれども、うん、まあ、そこからの発想であることは間違いない、はい、それが一つ、それからアリアっていう部分が出てくるんだけど、はい、うん、これはまあ完全に歌ですよね、うんうん、奏でるというか相手に伝えるというか、はい、そのメロディーの持つその力をどこまで、まあ、課題曲として相手に訴えることができるか、だから一つは、まあ、ある意味、うん、私は簡単に踊りっていうふうに、ダンスですね、ポロネーズはポーランドのダンスですね、三拍子のね拍子、独特感のあるリズムですが、うん、踊りと歌っていうのがテーマなんじゃないかと思っています、うん、で、ある意味この踊りと歌ってこう明確な テーマがはっきり出てるんで、そうですね、はい、それをまた伝えるのは難しいですよね。あ、なるほど、はい、今度はあの福本先生の、式で聴いていただこうと思うんですが、はい、まあ、皆さんご存知の通りあの福本先生あの、
課題曲もうこれであなたも全部わかりますみたいな、なんですかそれ、いやいや、あの動画があるんですね、はいはい、もう先生何年やってるの、何年やってるか10年ぐらいやってると思います。私昔やってたんですよ。やってましたよね、はい、参考に見たことあります。それこそ10年ぐらいやってたかな、うん、もうやめたい、やめたいこれ皆さん、なかなか聞けないですよ、でその DVD を先生がその、うん、録音撮影したのが、はい、2月ぐらいですか。そう3月の頭ぐらいですね、うん、はい、その頃ともうだいぶ印象、あそうです ね、 違いますよね、だいぶ違いますね、うんうん、だからある意味楽譜を持ってすぐにあれ解説しなきゃいけないから、うん、まあ、先生も大変だろうなと思いながらあのもうやめたい、ね、私は応援するばっかりですけれども先生が今感じているこの曲を、うん、まあ、今日ちょっと、まあ、東海大学の音で皆さんに聴いていただこうと思っていますので、はい、うん、一度聞いていただき、はい、やってみましょう、はい、はい、お願いします。Thank you.
ありがとうございました。ポロネーズとアリアでした。はい、先生楽しそうに。あ、そうですか。とても楽しそうに。いつも楽しそうです。はい、微笑ましかったです。ありがとうございます。我が子を見る、あ、そうです感じでございました。そんな差はないですよ。いやいやいや、演奏してみて どんな感じですか。そうですね、とってもドラマティックで、中間部もすごくロマンティックで、自由曲やってるみたいな感じって言ったらいいですかね。あ、なるほどなるほど。マーチをやった時に、最後のトランペットが大変なんですって。でこの曲にも実は大変なのがあって、ね、はい、2つあるかな。1つは真ん中の金管四重奏が、まあ、ちょっとこう難しいし不安定に聞こえるのと、あとこうピッコロのソラソラがちょっと、よくお前3小節持つな、これあのね、ソラソラっていう、これピッコロの人たちはこの中にいたら分かると思うんだけど、上のソラソラって指がないんですよ。どうしてるんですか。まあ、基本替え指だよね。で気合を入れないと、気合、うりゃーって吹かないと、だからピアノとかって書いてあったらもう絶対できないんですよ。あ、はい、まあ、絶対って言ったら怒られちゃうけど、まあほぼできない。そうすると気合を入れると息が持たない。あ、そうですね。ずっと聞いてたんだけど、おあいつ持つなと思って。なんか裏技があるの。あ、ないけど , 笑顔でごまかそうとしてますけどそうなんですよね。まあうまく勝利してたと思うんだけれども、この曲をやるのであればちょっとピッコロの子が大変かなと、ちょっと思いますね。結構なんかサードクラとか、他の曲だとサードクラちょっと低めだったりするんですけども、ほとんどファーストセカンドとサード同じ音域ずっと高いのみたい で、結構なぜかファーストアルトサックスとファーストクラネットが休みだったりとか。あ、そうですよね、まあ、その辺吹いちゃっても大丈夫じゃないかなとは思うんだけども、あの違反じゃないですから大丈夫ですね。まあそんなことでですね、はい、この曲を、まあリスクはもちろんどの曲にもあるんだけれども、なんかこう指揮者自身が、楽しんでこう歌うというか、はい、奏でていくのが、まあ、どの曲もそうなんだけども、この曲は特に重要なんじゃないかなというふうに、ここの責任が負担が多いっていう感じですかね。そうですね、聞かせていただきました。はい、はい、では次の曲に先生行ってみようと思います。行ってみましょうか。はい、次はそのさっき話題になりました異色作品、天野正光さんのレトロっていうタイトル、面白いタイトルですね。そうですね、古めかしいと言ったらいいですかね。はい、まあ、天野先生自身は、まあ、自分が青春時代というか、まあ、古き良きっていう表現がいいかどうか分かりませんが、まあ、このジャズポップスとかっていうのが、まあ、すごくこう流行って、で自分の中でブームが起きて、自分ですよね、天野先生がそういう音楽がもう大好きで、はい、毎日のように触れ合っていた頃の1970年80年前半ぐらいまでのなんかこうちょっと感じをイメージした、そうですね、というような。多分50代より上くらいの方だと、ディスコっていう言葉が、今はクラブっていうんですかね、ディスコで聴いたような音楽が次から次へと出てくる感じがしますね。そうですね、私は真面目だったので行ったことありません。いや、私もないんだけどこう見えてね、はい、福本先生大酒飲みなんですよ。大酒飲みなんです、ね、で私こう見えてですね、アルコール一滴も飲まない。ほとんど飲まれないです。先生の分も私がいつも飲む。これ意外なんだけどね、はい、なんかすごい毎日飲んでるように見えますよね。どうしてうなずいてる人いるからねでも本当にダメなんですね。まあ、それは関係ないんだけども、この曲3つの部分から成り立っています、はい、1つ目がなんか、まあ、ある意味そういう、こうディスコっていうんですかね、ディスコサウンドって、ね、ちょっと踊りたくなる、で2曲目が、まあ、バラードというか、はい、チークタイムみたいな、そういう感じですね。で3曲目がクロスオーバーって彼はつけましたけども、まあ、いろんなものが融合されて、フュージョンって言ったりしますかね。あ、なるほどね、はい、まあ、そういう、こう3つの特徴があると、はい、でそれぞれテンポも違うしキャラクターも違うんで、なんかメドレーを3曲聴いてるみたいなような、で意外にそれをこうくっつけるブリッジの部分が、はい、オーボエとフルートの、クライネットとクライネットのソロがあるところが、はい、意外に重要だったりとか、ね、難しいし緊張するんでしょうね、緊張するね、で、ワクワクするそんな感じ、課題曲を一瞬忘れさせるような、そうですね、何かがあるかなと思います、で当然なんですけど、こういう作品って普通だとエレキベースが入るのが当たり前で、実は私が
中学校とか高校の頃は、うん、エレキベースってあの合法だったんですよ。コンクール使ってよかったんですね。はい、で今はエレキベース、うん、要は電気楽器、電子楽器がダメになったんですね。うん、はい、残念。だからまあ普通のアコースティックのコントラバスと、うん、それから低音木管とかチューバとかで、うん、まあ、それを代用する形になるから、まあ、その辺がちょっと難しいっちゃ難しい。そうですね。ベースの代用とあとキーボードの代わりが結構あのビブラフォンが、ね、重要だったりとかしますね。とってもこう優雅な楽器だし、うん、効果的だし、うん、ただなんかこれ聞こえればいいかっていうとね、うん、なんかちょっと嫌味にもなるし、ね、あとはなんて言ってもドラムスですかね。そうだ、はい、はい、ドラムスのそのこれよくタカ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 みたいなのはあの中学生でも普通に演奏できるんだけど、やっぱ足が難しい。ドラムって足が自由にこう演奏できる人がやっぱりすごい、ね、あの指揮してても楽なんですよね。あ、なるほど、ええ、だから ご存じない方、あのですね、右足で、うん、バスドラムをキックして、あとこうやってキックしてるわけじゃないんですけど、踏むことでリズムを打って、左足の方はハイハットシンバルって、あのシンバルが2枚重なったものを開けたり閉じたりとか、もう両手両足なんですよね。そうですね。だから手が2つ足が2つで全然バラバラなことをやることになるんで、まあある意味あの職人技というか、半分慣れだし半分研究心だったり、そういう意味ではあのドラムスのセンスが問われるし、そういう意味では低音楽器のセンスが問われるし、ある意味指揮者のテンポ感覚っていうかバランス感覚ってそういうのも問われるし、ただ派手にやればいいってんじゃない、何かが必要ですよね。ただあの、日本中に中学校高校が定期演奏会やったりして、まあ、どこも皆さん楽しげな派手な曲をやるじゃないですか。その時にまあ、立ったり座ったり前に出て踊ったり、はい、なんか指さしたり、はい、歌ったりとかってやるんだけど、うん、今回はそういう演出じゃない楽しさが音で伝わる、うん、普段はどっちかというと視覚的にこだわって、うん、立ったり座ったりっていうのでお客さんも一緒に楽しみましょうと、うん、これはある意味いいと思うんだけども、うんうん、コンクールだからやっちゃいけないってわけじゃないけど、コンクールっていう性格上やっぱり音で勝負したいよねと。なるほど、はい、いうのがあるので、まあ、この辺がこだわりの中にあると、うん、あのコンクールの中でもなんかキラッと光る何かが演奏できるんじゃないかな、うん、はい、トランペットとサックスにすごくあの立派なソロがあるんですけど、それは立ってやってみましょうかね。ああそうです ね、なんかそれいいと思いますね。浮いて聞こえていいかも。正直あのトランペットに書かれてる楽譜は、うん、すごい難しいわけじゃないんですよ、うん、だから、あ、天野さん工夫したなと。これですごく難解なソロになっちゃうと音が出ないから、うん、そうか。サックスは先生これどうですか。あ、でもそんな簡単じゃないですよね。ね、割とこう華やかな感じ。なるほど。じゃあ今日はどんな演奏を披露してくれるか楽しみですね。あ、先生もう一つあの、うん、コンガと呼ばれるあのラテンムースコール ね、むっちゃ難しいんですよ。あ、ちょっとやってもらっていいですか。ムースコールやってみて。うん、なんかちょっとうまくいかなかったですね。なんか悩ましいよ。もう一回だけチャンスをあげよう。はい、どうぞ。あ、っぽいかな。ちょっとさっきなんかポーンってやつ、こう指をこすって、うん、その振動で出すんです ね。なんか聞いたことがある気がしますけど、うん、めちゃくちゃ難しいですよね。しかもコンクールのあの緊張した空気の中でこれを成功させるのは結構プレッシャーが、ね、まあ、半分慣れだし、うん、まあ、さっき言った研究心みたいなものがどこまであるか ね、うん、はい、あのコツは多分あるんだと思うから、うん、中学生でも十分演奏できる、ね、うん、ある意味この曲自体がそんなに難しいけども、うん、あ、中学生とかで不可能だよっていう感じの曲ではないから、うんうん、まあ、天野先生も工夫の上苦心の上、うん、課題曲としてのポップスを完成させたんだろうなと思います、はい、ちなみに秋田の方なんで、秋田県出身の方なんで、もしかしたら秋田県はこの曲を選ぶところが多いのかとかっていうのが話題にこないだなってましたけども、はい、はい、では先生、一度演奏していただけますか。はい、お願いします。
ありがとうございます。レトロでした。はい、はい、これも先生楽しそうでコンサートだったらこんな楽しいことないですよね。そうですね、はい、まあ、あのコンクールっていうものって、うん、まあ、ある意味こう自分との戦いであったりするわけで、はい、うん、私もこの場所で、何度も演奏させていただきましたけれども、はい、そういう意味ではなんかこう宇都宮のこのホールに来ると、うん、当時がやっぱり蘇ってくるんですよね、うん、若かりし頃というか、ここの上で、あ、もう本当にこう心臓飛び出すぐらいんじゃないか、緊張したなと、なんか懐かしいも思いもあるし、私、そういう思いでやっています。あ、そうですか、はい、そんな全然そんなことな、ないけども、はい、それでは先生ね、はい、次の曲に行きたいと思います。はい、4曲目、今度またマーチ、はい、ということになりますが、そうですね、ペガサスの夢っていうなんかすごいなんかファンタジックなタイトルがついてます ね、はい、そうですね、作曲したのは水口さんっておっしゃって、はい、まあ、トランペットを演奏される方なんだけど、また人柄がね、とてもいい人で、はい、あ、なんか水口さんの、うん、人柄がよく出てる曲奏に出てるなと、暖かくて、で、先ほどと違って8分の6のマーチ、はい、まあ、2拍子のマーチですね、うん、でもこれもちょっと4分の2っぽいよね、4分の2っぽい、2拍子っぽい、そうですね、8、6というよりも4分の2みたいな、うん、あの感じがしますが、うん、まあ、でもやっぱり8分の6拍子のまあな独特のね難しさっていうのはやっぱりありますよね、うん、これなんかやっぱそのタイとかシンコペーションとか取りづらいリズムがいっぱい出てきますけど、なんかいい練習方法みたいなのあったりしますかね。ね、頭抜き203連符が出てきますよね、うん、とっトントントンみたいなやつね、うんうんうん、頭入れちゃうしかないですよね。なるほどなるほど、トン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 ってやれば簡単なんだけど、うん、頭がなくてタンタンタンってやるのが、うんうん、コツが必要というか、で、まあ、私中学校の指導が長かったんで、うん、どうしてもね中学生ってね変なリズムを覚えちゃうんですよタータッタみたいなね、うんうん、なんかそれを一回覚えちゃうと、あ、直すのが大変、なかなか大変、うん、はい、でも中学生は中学生の良さってあって、はい、一回ちゃんとしたものを覚えると忘れないんですよ、うん、あ、なるほど、これはね、あの目の前で奇跡いっぱい見てきましたね。うん、中学校の先生をもとやってらっしゃったので。昔ですね、あの、はい、でこの前までできなかった子が、うん、ある日突然できるようになるんですよ、うん、で大人ってそういうことないですよね。あ、そうです、だんだんできるようになってって、うん、あ、1が2になって3が5になって、うん、やっと10になったっていうのが大人というか、うん、まあ、ある意味大学生もそうかもしれないけど、うん、中学生って00010とかあるんですよ。なるほど。なんかある日、あ、もしかしたらこんなコツなのかもっていうのがひらめいて、おそらく福本先生もサックスを始めたのって何歳ですか。ね、9つかと10歳かな。はい。まあ、英才教育ですね。いえ、小学校になんかブラスバンドがあったんですね。でもサックスは1人しかいませんでした。なるほど。はい、で、おそらく先生も、はい、なんかある日突然、あれ？こんな感じかなっていう日があったと思うんですよ、うん、今自分では分かんないけれどもね、うん、で、この8分の6も、うん、ある日突然なんか、あ、これが8分の6のコツだなっていう、うん、指揮者の方も、うん、奏者側の方もなんかそっちがかえって心地がいいっていう日が来るんだと思うんで、うん、あの、あまり、まあ、マイナスイメージネガティブにならずに、うん、8分の6に果敢にトライしてみる、うん、ね、苦手意識っていうのが良くないですよ ね、 そうですね、うん、あと先生この曲聴いててどんな印象ですか。そうですね、これですね皆さんねネタを明かすとですね、このステージをやるにあたっての打ち合わせ全くしていません。そうなんですよ、はい、さっき出る前に先生そういえば打ち合わせしてないですよね、はい、と2人で笑って出てきたっていうね、はい、行き当たりばったりです、はい、はい、あ、先生どうですか。そうですね、あの一番盛り上がるところがものすごくなんか複雑な和音とかなんか臨時記号が多かったりとか、盛り上がりたいけどうんとか、あともう一つ、あの一番最後が小さく終わるっていうのが、うんうん、マーチなのにちょっと今まで課題曲がピアノで終わるって、あ、まあ、マーチではなかったかもしれませんね。そうですよね、うん、そこがとっても可愛らしいし不思議だし難しいしっていう感じがしますね、うん、ただあの この曲を選ぶ団体がこれしかできないから他が難しくてできないんですっていうふうに選んでるとこがあって、その選び方はちょっと危険かなっていうことを私先日ついアドバイスしたんですが、
この曲決して簡単な曲じゃないんで、そうですね、うん、ある意味難しいから、うん、どうしてもこの曲はやりたいからこの難しさにチャレンジしますと、うん、どっちかっていうとチャレンジする曲、うん、これしかできないからもうこれをしょうがないからやりますみたいな感じの言い方であるとすれば、うん、まあ、これはちょっと失敗するんじゃないかなと、うん、まあ、正直 思いますね、はい、式も結構難しい、はい、あ、そうなんですよ、うん、ね、聞きすぎるとつられちゃったりとかしますし、出るところから難しいですよね、うん、そうそうそう、どうやって振ろうかなとか、うん、で今はどうしてるかっていうと、はい、まあ、皆さんここではネタ明かしますが、うん、お客さんに見えないように2拍子を 1,2 って余白取って、うん、で次に大きい余白 1! パララン！っていう風に、そう、頭だけちょっとやってみますね。今解説しながらやります。ちっちゃく振ります。 1,2,1 という風に、でこれのちっちゃい 1,2 がないとこうなります。こっちの方がなんかね迷いが出てくるんですね、うん、ふわっとなっちゃう感じです。でもこれをでっかく3拍余白取っちゃうと、はい、1,2,1 パララン！ってやると、はい、なんか曲に入るまでの緊張感がなくなっちゃうわけですよね。だから、まあ、この曲を指揮される先生方はちょっと工夫をして頭奏者側、まあ、中学生と高校生と、うん、うまくこうコンタクトを取って、うん、やらないと頭がちょっと怖いかなというふうに思います。そうですね、はい、じゃあ一度聴いて、では4曲目になります。はい、お願いします。Thank you.
マーチペガサスの夢でした。はい、4曲皆さんに聴いていただきましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。この4曲の中から1曲を選択してコンクールの1曲目に演奏することになります。はい、2つは選べないし、どれも簡単じゃないし、どうしようっていうふうに、僕実はですね、今隣にいる福本先生も、はい、どうしようという中の一人です。はい、私はそれを見て何にすんのかなと楽しんでいる外野席の一人でございます。一緒に悩んでください。いや悩んでるけど、ほら先生天才すぎちゃって、まあ、この場所で多くの、うん、バンドが、はい、中学校も高校も、まあ、もちろん小学生も、今年は特に大学と、そうなんですよ、ね、大人の部門はここが全国大会の会場、この場所に皆さん全国から集まってきますんでね、はい、10月末ですね、10月にぜひ聞いていただけたら、ね、まあ、東海大学もね、うん、この場所にまた戻ってくることができれば、はい、いいなと思っておるんですが、はい、その時はぜひ皆さんね、たくさんの拍手をぜひよろしくお願いいたします。はい、大学生って実はとってもこう複雑な、うん、まあ、年というか、はい、私なんかは大学一番楽しかったかななんて思うんですけども、うん、でもある意味もう社会に出る準備をしなきゃいけない。そうですね。この子たちも実は皆さん相当毎日悩んで、うん、音楽に打ち込んでるんですね。なんか自分の、将来どうしようとか、うん、友達関係がうまくいかないなとか、親と実は喧嘩しちゃったとか、なんかいろんな悩みを持ってこの場所に座っていますから、もちろん大学生って気楽なように見えるけど、まあ、それはそれで大変なんだと思うんです。でも昨日も実はこの場所で1年生が東海大学に入ってきたんだけれども、そうですね、みんな4年間続けるよ、頑張れよっていうふうに私はもう応援するだけなんで、なんとか4年間頑張ってで、はい、胸張って卒業していってほしいなと願うばかりです。うん、また東海大学をですね、皆さん聞くきっかけチャンスがありましたら、はい、まあ、ぜひたくさんの拍手で、はい、この子たちを応援してあげてください。よろしくお願いいたします。課題曲で先生4つ聞いていただきましたので、はいはい、先生からじゃあ中高生にアドバイスを。そうですか。一つ、はい、そうですね、上手になってほしいんですけれども、一番の秘訣はその曲を好きになることだと思います。いっぱい聴いてこの曲大好きと思いながら演奏するのが一番うまく聞こえる、素敵に聞こえることだと思うので、ぜひ自分たちがやる曲が決まったら、みんなもね決まったら、たくさんその曲聴いてみてください。じゃあ私も一言、はい、先生から曲を好きになれっていうことだったんだけども、自分たちの演奏に感動できるように頑張りましょう。うん、で、はい、指揮をしてくれる、指導してくれる顧問の先生に毎日大きい声じゃなくていいから、うん、ありがとうございましたって心から言えるように、口で言うのはね何とでもできるんだけど、うん、毎日指導するのとっても大変ですから、うん、先生方が本当に激務の中をね頑張ってらっしゃるんで、うん、生徒さんも先生を少しこう助けるぐらいのつもりで、練習に取り組んでほしいなと思います。はい、それでは4曲聴いていただきました。はい、皆さん長時間ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは、陽南中学校吹奏楽部です。現在私たちは3年生15名、2年生14名、そして新たに1年生15名を迎え、毎日元気に活動しています。そんな私たちの今年の目標は、音に魂を一生懸命の先へです。私たちにしかできない魂のこもった音楽、一生懸命努力した先には何が見えるのかを目指して日々練習に励んでいます。最初にお送りする曲は今年の吹奏楽コンクール課題曲2番となっているポロネーズとアリア吹奏楽のためにです。この曲は先月から練習を始め、まだお聞き苦しいところもあると思いますが、今日はコンクールの途中経過として聴いていただけると幸いです。
先ほどのクリニックをもとに部員一同精一杯頑張ります。それではお聴きください。Thank you.
はディズニーに行きたい。ダメ、今日も学校でしょ。そんなこと言わないでミッキーさんとミニーさんに会いに行こうよ。何言ってんの。ほら、こんなの撮って。はい、はい、だから嫌なもんは嫌だっつーの。ほら、遅刻するから早く行きなさい。分かったよ。ほら、これ持ってっちゃダメでしょ。これじゃあ私が少しかわいそうですね。そんな私の願いを叶えてあげたい人、手を挙げてください。はい、わかりました。そんな私の願い、そして皆さんの願いを叶えるためにディズニーの世界へ行きましょう。それではレッツゴー。Thank you.
最後にお送りする曲はカイトです。これまで聴いてくださった観客の皆さんへ感謝の気持ちを込めて、新しく入部した可愛らしい1年生のダンスとともにお届けします。どうぞお聴きください。皆さん、こんにちは。作新学院高等学校吹奏楽部です。私たちは3年生35名、2年生28名、そして4月に新しく34名の1年生を迎え、計97名で明るく元気に活動しています。今年度は感動というテーマを掲げ、音楽を通してお互いに高め合い、私たちの演奏を聴いてくださるすべての方へ感動を届けることを目標に日々活動しております。
本日はドリームコンサート2023 in 宇都宮に出演させていただくということで、部員一同とても楽しみにしてまいりました。短い時間ではありますが、どうぞお楽しみください。お送りいたしました曲はジャンボリミッキーと小さな世界でした。作新ステージ最後にお送りいたします曲は隣のトトロセレクションです。隣のトトロといえばジブリの中でも子供から大人まで大変人気のある作品です。映画公開から35年目にもかかわらず、イギリスで最も権威があるとされ、優れた演劇やオペラに贈られるローレンス・オリビエ賞を受賞したことでも話題です。散歩や猫バスなど一度は耳にしたことのあるような曲が詰まっていますので、楽しんでお聴きください。指揮は大貫茜でお送りいたします。それではどうぞ。Thank you.
ここからは東海大学ステージをお送りいたします。司会を務めさせていただきます、フルートパート2年柴田夏実です。どうぞよろしくお願いいたします。最初にお送りいたしました曲は東海大学創立者松前重義作詞、松前則夫作曲、金田敏編曲、東海大学校歌でした。式は当研究会学生指揮者4年坂井遥でお送りいたしました。東海大学吹奏楽研究会は今年度36名の新入生を迎え、現在約130名で活動しております。年々活動の幅を広げており、吹奏楽コンクールへの出場のほか、地域の依頼による演奏やパレード、他大学や中高生とのジョイントコンサートの開催、さらにマーチングステージ全国大会などにも出場しています。また毎年全国各地で演奏会を行っており、昨年6月には福岡県にてドリームコンサート2022 in 北九州を実施することができました。実は当研究会は3年前にもここ宇都宮で演奏会を開催いたしました。この場所で再び演奏を披露できること、そして陽南中学校と作新学院高等学校の皆様と一緒に演奏できることを大変光栄に思っております。ぜひ最後までお楽しみください。なお演奏会の開催にあたり、前回同様栃木県東海大学栃木県校友会の皆様には多大なご尽力を賜りました。この場をお借りしまして改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。次にお送りいたします曲は長尾淳作曲、喜食海に満つです。この曲は東京厚生ウィンドオーケストラからの移植により作曲されました。美しさに満ち溢れた海の様子を表現しつつも、荒波に飲まれ助かるのか助からないのかという緊迫の状況、そして再び静けさを取り戻すという海の多面的な様子を一曲を通して表現しています。海の美しさを表すテーマが幾度となく散りばめられており、海が変化していく情景を想像することができます。そんな海の美しさや壮大さ、時に荒れ狂う様子を事細かに再現すべく練習に励んでまいりました。ぜひその情景を思い浮かべながらお聴きください。式は当研究会常任指揮者福本慎太郎でお送りいたします。
最後にお送りいたします曲は鈴木英二作曲カントスソナーレです。この曲は草加グロリア吹奏楽団からの移植により作曲されました。題名にあるカントスは歌、ソナーレは響きを意味し、響きが歌となり歌が響きとなるという意味が込められています。冒頭は力強い和音進行で始まると壮大なメロディーへと移り変わります。中間部では歌を歌い上げるかのように美しい旋律が奏でられ、思わず簡単な声を漏らしてしまうほど心が揺さぶられてしまいます。そして走馬灯のようにこれまでの旋律が現れ、瞬く間にクライマックスへと向かいます。美しさを追求した響きのあるハーモニーに注目してお聴きください。式は当研究会音楽監督加用博之でお送りいたします。
本日はドリームコンサート2023 in 宇都宮にご来場いただき誠にありがとうございます。私、東海大学吹奏楽研究会で主将を務めております4年トロンボンパート須藤剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。当研究会は神奈川県平塚市にございます湘南キャンパスを拠点に活動しております。4月に新入生36名を迎え、現在133名で活動しております。創部から64年目に入り、今もたくさんの方々の支えがあり、今日という日を迎えることができております。私たちの活動は全日本吹奏楽コンクールやマーチングステージ全国大会、その他にも地域の依頼演奏など多くの演奏する機会をいただいております。おととしは、香川県高松市、昨年度は、福岡県北九州市、そして今年は、ここ宇都宮市にいて、ドリームコンサートを開催させていただく運びとなりました。3年前に、同じ会場ここ宇都宮市文化会館でドリームコンサート2020を無観客での開催となりまして、今年はお客様をお迎えして開催できたことを心より、嬉しく思います。新型コロナウイルスから流行から3年が経ち、規制が緩和されている中、この3年間で私は、当たり前のことは当たり前は当たり前ではないということを、すごく実感しました。今日もこうして、たくさんの方々と、吹奏楽をすることができてとても嬉しく思います。今日この場をお借りして、今回ジョイント校として共演してくださった宇都宮市立陽南中学校吹奏楽部の皆様、作新学院高等学校吹奏楽部の皆様に心より御礼申し上げます。また本演奏会を開催するにあたってご尽力いただきました東海大学栃木県校友会の皆様、東海大学同窓会栃木支部の皆様、東海大学栃木県後援会の皆様、東海大学栃木県博鳳会の皆様、そして本日ご来場いただきました全ての皆様に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。ここからは合同ステージとなります。今日限りのスペシャルステージですので、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。ご清聴ありがとうございました。ここからは合同ステージをお送りいたします。司会は引き続き柴田夏実が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。この合同ステージでは先ほど演奏を行った中学生、高校生、大学生が共にステージを作り上げていきます。さまざまな年齢層の大編成かつ豪華な演奏をぜひお楽しみください。1曲目にお送りいたします曲は泉博隆作曲、真島俊夫編曲、宝島です。日本が世界に誇るポップスバンド T スクエアの代表曲であるこの曲は1986年の発表以来、吹奏楽でもすっかりおなじみのナンバーとなりました。アゴゴベルの軽快なリズムから始まると、パーカッションを筆頭にノリノリな音楽が奏でられます。サキソンやパーカッションのソロだけでなく、すべての楽器にスポットが当たり、会場全体で楽しめる一曲となっております。幅広い年代に愛されるこの曲は合同ステージの1曲目にふさわしい曲なのではないでしょうか。会場の皆さんもぜひ手拍子でご参加ください。演奏は陽南中学校の皆さんと東海大学吹奏楽研究会です。式は東海大学吹奏楽研究会常任指揮者福本慎太郎でお送りいたします。
時間が経つのは早いもので、次が最後の曲となりました。チックコリア作曲、真島敏夫編曲、スペインをお送りいたします。チックコリアがリーダーを務めたジャズバンドリターントゥーフォーエバーが1972年に発表したこの曲は、世界中のミュージシャンにも多く取り上げられるなど、チックコリアの代表曲となっています。哀愁漂うトランペットのソロが奏でられると、一転しアップテンポの熱い音楽へと移り変わります。思わず体が動いてしまうようなビートやフラメンコを思わせる曲調は、会場全体が盛り上がること間違いなしです。中間部に奏でられる妖艶なサキソフォンやトランペットのソロにも注目しながらお聴きください。エネルギッシュな高校生のサウンドと大人びた大学生のサウンドが入り混じる魅力的な演奏をお届けいたします。演奏は作新学院高等学校の皆さんと東海大学吹奏楽研究会です。指揮は東海大学吹奏楽研究会音楽監督加用博之でお送りいたします。
ました先生方に花束の贈呈をいたします。先生方は舞台中央までお越しください。先生方ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。素敵な演奏を披露してくださった中学生高校生の皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。皆さんもう一曲ぐらい聴きたいですよね。ありがとうございます。では最後は中学生、高校生、大学生揃っての演奏をお送りいたします。曲は泉博孝作曲、真島敏夫編曲、オーメンズオブラブです。 T スクエアが1985年に発表し、下の地に吹奏楽アレンジで出版されました。1曲目にお送りした宝島と並ぶほど日本中で演奏されているロングヒットスコアとなっており、演奏会を華やかに締めくくる一曲となっております。舞台転換に少しお時間を頂戴いたします。世界的に大きな影響を与えた新型コロナウイルス、各地での演奏会や練習でさえも制限されてきました。私たちにとっての青春の1ページがこうして皆さんと共に少しずつ取り戻されていくことに深く感謝しております。これから先の未来、私たちの奏でる音楽が一人でも多くの皆さんにとって幸せな時間となりますように、そして大切な仲間と笑顔が絶えない毎日が過ごせますように、最後は私たちらしく全員で元気に笑顔でお届けいたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。それではどうぞ。
以上をもちましてドリームコンサート2023 in 宇都宮を終了いたします。お忘れ物なさいませんよう足元に気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。